TBS 吉本西川家の今日もささっと満腹ご飯。皆さんこんにちは、西川家の今日もささっと満腹ご飯のお時間です。今日もお料理するのは西川家の長女西川かの子です。よろしくお願いします。さあということで、私今日は憧れの料理を作りたいと思います。憧れの料理と言ったんですけど、よくテレビで見てたこう海鮮をバーベキューみたいにこうざっくりとこう焼いたというか炒めたものをみんなでテーブルの上に置いてこう手づかみで食べる、あれ一回やってみたいと思いながら今日まで来ています。なのでもう家でやってしまおうということで、今日はこれを使ってやろうと思っております。チーキーズストアの商品なんですけど、栃木県の精肉店山久さんとペナルティのヒデさんが共同開発しました万能バーベキューのタレ、秘伝のタレを使って簡単にパパッとやってみんなでワイワイ言いながら食べたいと思います。はい、じゃあオリーブオイルをサササーっとちょっと多めですけど入れたいと思います。でそこにハマグリ大きいでしょ。もう今日はやることは少ないですけど材料は豪華なのでそれで許してください。ここにニンニクとか生姜とか入れてないんですけど、このバーベキューのタレにもう本当にいろんなものが入ってるので、もうオリーブオイルを敷いたところに白ワイン入れてあげます。はい、すごいいい香り。もうこれも今日は白ワイン使ってますけど、もうわざわざ白ワイン開けたりとかしなくていいので、もちろんお水でもいいですけど、なんか日本酒とか料理酒とかあったらそれでも全然大丈夫です。うちはね、常時何かしら栓が開いたアルコールがあるんでそれを入れております。もう紹興酒でもいいですよ、はっきり言って。はい、ほら見て、美味しそうな、いい香りがしてる。で多分この中に出てるスープとタレがいい具合にね、美味しくなってコクが出ると思うんだな。くるくる、隣を押しのけて開きました。素晴らしい。うわー素晴らしい。もう一生に一回取れるかどうかぐらいの。はい、ということでこれあんまりやりすぎると硬くなっちゃうんで一回出して、イカも入れます。で今回はエビも有頭をわざわざ使っています。もちろん頭なくてもいいんですけど、あった方がお出汁も出るし食べる時も豪華に見えるし豪快な感じでいいかなと。でここにもカニも殻がついてるのを使ってもらうと味も出るし食べやすいし見た目もいいかもしれないなと思います。で今日はちょっと味噌があったんで、カニのもうこれも一緒に入れちゃいましょう。もうコクが出て美味しくなるだけなんでね。よいしょ。私今日は辛口の方を使います。もうこっからもう全部強火でいいと思います。回しかけてもらって、もうとにかくこれを手で殻を剥きながらチューチューして、もう手もドロドロ口の周りもベッタベタっていう感じで、もうわんぱくに食べてもらいたい。今日はハマグリも入れようかな。うわーすごい。でもちろんこれの中をタレつけながら食べてもらってもいいし、タレちょっと置いといて後でまたフライパンでご飯と炒めてもらっても絶対に美味しいです。吉本。